はい、皆さんこんにちは、ワダレグルビジです。今回はギレンデゴーチの独立戦争機ジョン軍編ガルマ死亡ルート続きをプレイしていきたいと思います。ガルマはすでに史実通り死亡しています。ですが史実とは逆にジョン軍は連邦に対して優勢に戦いを進めていて、前回はルナ2を攻略しました。残っている連邦の拠点は本拠地ジャブローのみになってますので、今回は早速ですねジャブロー攻略作戦を発動していきたいと思います。衛星軌道上からも、部隊を、ね、突入降下させていきますし、北米からあるいはキリマンジャロ、ベルファスト、トリントンといろんなルートからね攻略ができるかなというふうに思っています。ジャブローにでは先発した部隊がジャブローに入りました。まあ、ギレン、シャー、この辺りが入ってますね。まず絶対に入れておきたいのが電撃。これ必ず先行になると。これですね。これなんで入れておきたいかというとですね、実はリハをやった時に、敵の潜水部隊が近くにいてですね、味方の部隊が連邦の先制攻撃に損害を受けてしまったので、逆にね、ここは電撃作戦を行って先手を取ろうと。まあ、そういう意図から電撃を入れています。まあ、敵はね150を超える大部隊で、味方がね90、しかも、まあ、残念ながら HLV なんかも数がある程度入っていることを考えるとですね、まあ、戦える部隊というのはもうちょっと少ないのかなというのがあるので、やっぱりねここは敵の数に関しては要注意というのはねあるかなと。では逆にねこっちが先制攻撃を仕掛けられる絶好のチャンスなので、ちょっとでも多くの部隊を沈められるように先手を取っていきましょう。ここはランバラルの専用のギャですね。でここにはガトーも専用のギャになっています。この辺りをまずは、いち早く上陸させていきましょう。ここにはジョニー・ライデンの専用のギャンですね。今回は、ゲルググではなくて、ギャンを量産に採用してますので、ギャンのね、いろんなエース機が見れているかなと思います。で、先発した4つの部隊、まあ、ギレン、コンスコン、さらにはギニアス、シャーという部隊の後にはですね、さらに後続で部隊が入ってきますので、これらもね、しっかり使っていきましょうというところで、潜水部隊を沈められなかったな。ブレックスやコーエンなんかもいて、かなり強力でしたね、敵はね。では、ジャブロンに侵入した各方面の部隊ですね、戦闘状態に入りました。ギリアムも専用のギャンになってます。シャーももちろん専用のギャンです。ギャンもゲルググと負けないぐらいね、いろんなバリエーション機があるので、まだ生産には入っていないんですけども、この後で言うと、ギャンね、キャノンタイプなんかもあります。
数の上では数字上、戦力的には互角になりました。ソースも自らですね、ゾックに乗り込んで戦闘に参加してもらってます。ジャブローコレクションも大詰めになりました。最後一機残ったミデア、これを、撃沈しましたね。敵部隊沈黙、敵基地の制圧に成功しました。これで我が軍の勝利です。ジオン軍ガルマ死亡ルート攻略完了ですね。ではエンディングを見て、イフレベルだけね最後確認して終わりたいと思います。終わったようだな。全軍に戦闘中止命令を出せ。我が軍が勝利したと。我らジオン公国がついに独立を勝ち取ったのだと。は、了解しました。地球連邦軍本部ジャブロー、ジオンの進行を阻み続けた難攻不落の要塞はついに陥落した。ジャブローを失った連邦政府に戦う力は残されておらず、ついにジオン公国は独立を勝ち取ったのである。そして地球圏はギレンザビの手によって統治されることとなり、有料人種による地球圏の支配計画は実行に移される。それが正義なのか悪なのかは、後の世に生きる人々にしか判断できないことなのかもしれない。ようやく見えた終戦の曙光。人々はただその一筋の光にすがるしかなかった。このひとときの平和が永遠に続くことを祈ることしかできなかったのだ。宇宙世紀は始まったばかりである。ジオン独立戦争、多くの命を奪ったこの悲劇もより多くの悲しみに埋め尽くされ、やがて歴史という名の記録へと風化してしまうだろう。だがこの悲劇を忘れてはならない。決して風化させてはならないのだ。9世紀の人類が手に入れることができなかった争いのない世界を迎えるために。はい、イフレベルですが146まで来てますね。もうちょっとイフレベルはね、上げていきたいと思いますので頑張っていきたいと思います。そして、今回のこのガルマ死亡ルートを選んだ最大の目的であったですねムービーなんですけども、予定通りジオン編はすべて埋めることができましたね。はい、では今回のガルマ死亡ルートはここまでとさせていただいて、またねイフレベルを上げるために頑張っていきたいというふうに思います。